最大瞬間風速を記録しました。北海道では明日朝までに多いところでさらに150ミリの大雨となる恐れがあり、気象台は引き続き土砂災害や川の増水などに警戒するよう呼びかけています。台風の影響で和歌山県や徳島県では川が氾濫するなどして浸水の被害が出ました。今日も